ガチさん開講輪郭始めます。最後までよろしくお願いします。この場の不自由に溶け込みしたを確かめ、その痛みで生きていること
僕らは命に飛びながら今もじりじりと焦りが溢れかえる。それが不死の抑止力となる。沈む夕日へ羨望の眼差しを向ける。僕らの言葉をベースに侮ってはいけない。文字の羅列と響き合う音が意味を持った戦車。それを乾きとなる乾きを潤いを求め月光に照らされた水面へ飛んでおります。この手がとろきそうで届かない。そんなもろかしさ戦士は感動してしまった。少年は瀬戸際毎夜毎晩考えて逆境の最中強き脈打つ鼓動がこだまし冷たく生きていることを察しめて死んだ三冠を振りかけた信念自由を奪われている現状に満足するな。生き埋めにされたまま生涯を終えることに納得するな。葛藤はあなたを強くする。怒りはあなたに真を作る。悲しみはあなたを考えさせ笑いはあなたの居場所を作る。感情を高くし反応もせず打ち決めることをやめろ。その風を外す人は今作られた。風よ、どこへ行く？
目も合わせず髪を揺らし鼻先をかすめて、おい風よどこへ行く、おい風よどこへ行く、おい風よどこへ行く、お前をなびかせるのは俺だ、どこ吹く風せめて2000年の俺たちの言葉は聞こえない、悲鳴とも取れるその言葉は鉛のような感心を残し、あんたの目に残る、これから起こることは全て予定調なんだ、俺の意図しても始まっていく、例えばあんたの言葉は無事だ、俺たちの言葉は平気だ、過去も量が失踪したらあんたは何かに切りを同じことになった、俺は俺が言う機会を得てる、己が正しくあるためには立てる、一部始終を見ただけで全てを知った時なのだ、鼓膜を突き破り本当の音をノーズに突き刺す、俺たちも共感を歌っているのではなく考え思うところを表現しているのだ、焼き付いた生命は心臓部に追いつき弾薬のない流れた人は怪人と追いつだろう、フォエバーヒドリのイケスタなあんたやひねくれた考えを強要するあんた、いつだって大きな声が小さな声をかけず、サイレントマジョリティという言葉を知ってるか、いつか誰かが言ったように声の声が俺に聞こえる、奮い立つ時は今だ、まだかつてないほど俺は大胆に発見する、音楽に誰も勝ることはできないよ、音楽が勝ることはまたないだろう、この世にはヒップホップの考え思想価値観感性が混在し、その全てに命が宿ってる、魂が宿ってる、目隠しの音楽暗闇でなく光が差し込み逆光となり何も見えなくなることを言ってる、音楽に救われてバカルの人生にさよならを告げる、今度は俺たちが音楽を救う番だ、勘違いするな、俺はあんた方を否定してるんじゃない、かといって肯定もしない、俺たちは俺たちだけを肯定する、ありがとうございます。輪郭、ここに出れて嬉しいです、僕らはあんまりみんなから祝福されずにできたバンドなんで、まあ、でも今日ぐらいはそういう投票権ないとかなんか折り目破ってるとかそういうの忘れて、もう純粋な感性で最後まで聴いてほしいです、よろしくお願いします。乗りにくい曲多いんですけど、別に無理やり拳上げる曲じゃないし、別にサビがこことか決まってるわけじゃないし、別に拳曲げんでいいし、一緒に歌えとかもないし、おのおの大事なところを感じて、持って帰ってください、音楽最後までよろしくお願いします。Yeah!
ありがとうございました。